皆さんこんにちは、高梨ゆかです。じゃじゃじゃ、今日はですね、皆さんお気づきかと思いますが、引っ越しました。見て、憧れのベッドを購入してしまいました。これはね、フランフランで購入した。まあ後でルームツアーするからいいや今は。まあなんで引っ越したかというと、東京でのお仕事をいただけるようになった今、福岡との行き来が大変になったことと、まああとはただ単純に一人暮らしやりたいなって思ったから東京に引っ越してきました。もともとは福岡にいたんですけど、今は東京に一人で住んでいます。なのでこの家には誰もいらっしゃいません。もう寂しくてたまらないよ。でもね、なんか憧れだった一人暮らしはすごくね、有意義な生活をしている。楽しいよ、めっちゃ。見てほら、Uber Eatsまでしちゃっている。もう引っ越して1週間ちょっとぐらい経って、やっと家具とかも全部揃って落ち着いてきたので、今日は YouTube でルームツアーをやっていきたいと思います。ファンの方にもめっちゃ言われてたの、ルームツアーやってください、ルームツアーやってください。本当にめっちゃリクエスト来てたし、ルームツアーの動画を撮らないことにはその先の動画を何も撮れないことに気がついてしまったので、何回言うんですかって感じだけど、ルームツアーやっていきたいと思います。それではレッツゴー。見て、なんかさ、リップついてんだけど。まずはじゃじゃん、ほぼ前の家から持ってきたものはないんですけど、唯一持ってきたのがこのテレビです。横にはね、アロマオイルと IKEA で買ったっていう友達がくれたこのランプと、一応のこと自炊もしたいなって思ってるからこれも置いてる。これはお姉ちゃんがくれた本です。この下はもう本当に見せられないぐらい汚いんですけど、見せちゃう。こんな感じでもう汚いです。と充電器とかマスクとかカラコンとかいろいろイヤホンとかが入っています。これは全身鏡、イエーイ。これ Amazon で7000円ぐらいで買いました。コードレス掃除機を買いました、ニトリで。マジでニトリ超安かった、1万円くらいだったかな、この掃除機。お値段以上、ニトリ。ババーン、ベッドです。ベッドはニトリで、シーツとかはフランフランで購入しました。このベッドカバーっていうの、何これ、布団か。布団とこの下のね、シーツとこの枕を合わせてシングルだったら1万円くらいで売ってて、マジ感動。このクッションは IKEA で購入したんですけど、めっちゃいらなかった普通に。あと私の実家から連れてきた大好きなぬいぐるみたちです。ここはリモコンとか置いてる。これはね、ファンの子にもらったペンライト。ありがとう、にゃん、1、2、3、にゃん、ありがとう。リングライト。もともと実家にはあるんだけど、光が弱いのと持ち運びっていうか、ここに持ってくるのが大変だったし、分解するのもめんどくさかったから新しいのを買いました。じゃじゃん、これはゆかがいつもご飯を食べたりメイクをしているテーブルになっております。なんとこの中がね、見て、こうやってね、物がいっぱい入るようになってて、これが鏡になってるの。だからいつもね、ここの鏡を使って私はメイクをしています。ここも入るようになってて、ここは細かいアイシャドウとか、あとパウダーとかコンシーラーとかも全部ここに入れてます。コスメ収納はまだまだ全然納得がいってないので、新しい収納方法を考えて紹介していきたいと思います。今さ、充電しながらさ、カメラ持ってるからめっちゃ重いんだよね。まあいいや。ここはね、お気に入りのものを置いてる。と、メガネはまだあるんだけど、お気に入りの2つをここに置いてます。でね、ママが帰る前に置いてくれたお手紙です。もうこれは読んで大号泣しました。はい、次はキッチンです。冷蔵庫、間違えた、これなんだっけ、電子レンジだ。これめっちゃいい感じだ、ニトリで買った。だけど使い方がいまいちわかんない。と、これは冷蔵庫、一人暮らしなので小さめの冷蔵庫を買いました。見て、意外とちゃんと入ってるであろう。これさ、みんながおすすめしてくれてた杏仁豆腐、これ超美味しかったよ、ありがとう。冷凍庫はこんな感じ、アイスとかママが作り置きしてくれてたものとかがいっぱい入ってます。ここはキッチンになってます。調味料置いてある。この棚もなんかママが作ってくれたお菓子。お菓子じゃないのもある、ほらこれ麦茶のパックとか、ここだけお菓子。
本当に一人暮らしです。上京する前に友達とかお姉ちゃんがくれたものを全部入れたらパンパンになりました。こっちはご飯系、極激辛ペヤング、こんな感じでいろいろ入ってます。こちらは洗面所になっております。あ、なんか電気ついた。ここの中はこんな感じでスキンケア用品、お風呂上がりに使うものをいっぱい入れています。香水とかもここに全部入ってる。ピンとかはここの中に入れてる。量の比率おかしくね。でこっちはスプレーとかピンとか、あ、もうくしはぐっちゃぐちゃになってる。とね、歯ブラシ、あ、これいっぱいあるのはね、なんか友達がいっぱい置いてったやつだよ。ゆかのとママのとかももらちゃんとかがいっぱい置いてってる。これはファンの子にいただいたコップです。袋系のパックはここに全部入れてます。これもパック、鹿マスクみたいな。これは最近新大久保で購入しました。ダイソーで買ったコットンケース。あとはこれはちなみにももらちゃんの歯ブラシセット、あとスポンジ系をここに入れてます。このね、アイロンたちをね、ここにいっぱい入れてるんだけどさ、アイロンのこのコードのまとめ方がマジでわかんないから誰か教えて。本当に汚いの見て、見た目やばくね。最後はクローゼットです。上着とか、あとワンピースとかはここに入れてます。全部下もね、夏服とか敷き詰まって大変。あとはこのふわふわ絨毯、これもね、アマゾンで6000円くらいで買ったんですけど、マジでいい感じ。よいしょー。はい、こんな感じで私のルームツアーをちょっとだけやってみました。またあのコスメ収納とかは細かく紹介していきたいなと思っております。なんか一人暮らしってさ、楽しいけど思ってたより大変。ママってこんなにいっぱいいろんなことやってたんだなって思う。洗濯とかもさ、今まで本当にやったことがなかったから、洗濯機の回し方すらもわからないし、その電子レンジの使い方とかもわかんないし、だからこれからね、一人暮らししていく中でいろいろ頑張って一人でも生きていけるいい女になりたいと思います。イエーイ。はい、というわけで今日は東京に引っ越して初めての YouTube ということでお部屋紹介をやってみました。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。他にも SNS いっぱいやってるのでフォローしていただけると嬉しいです。それではグッバーイ。ここでね、こんな感じで寝てる。ここで編集したりもしています。以上です。